阪神ファンの渡辺健、熱血タイガース党出演で3テレビトレンド入り、ネット上ではギャラどうなっとん。熱烈な阪神ファンで知られる俳優の渡辺健が3日、自身の X で本日20時から、3テレビ、熱血、タイガース党、行ってきます。この5試合を観戦した模様を福本豊投手と共に語り尽くしてきます。お楽しみにと投稿。兵庫県が放送エリアで阪神戦を数多く中継するローカルテレビ局、サンテレビがトレンドになった。渡辺は親友で NPB の通算最多盗塁記録を持つ福本豊さんと共に、甲子園球場のスタンドで日本シリーズを観戦している姿がネット上で話題になっていた。世界の映画スターのサンテレビ出演に、ネット上では、世界の渡辺健を呼べる関西ローカル局サンテレビ、健渡辺がサンテレビに、ボックス席ゲストはあったけど、スタジオは初だっけ？すげえぞ、渡辺健、完全に趣味でサンテレビの番組熱血タイガース等に出るけどギャラどうなっとん、サンテレビが高額なギャラが出せるとは思えん。完全にボランティア出演やな、さすがは世界の渡辺健、などの歓声が響き渡った。さすが世界の健渡辺、あれ日本シリーズ観戦のバーターちゃうの？毎試合福本と一緒に見てるし。てか、サンテレビにも中継権やれよ。甲子園の1試合くらい、いつもギャラなしで出演してるんやで。毎年この時期は仕事も入れずに開けてある、阪神ファンの鏡。ギャラはチケット代だと思う。サンテレビ傾くぞ。高倉健の時と同じで、ギャラは無料やろね。阪神の前ではみんな平等。阪神ファンを名乗るならサンテレビとデイリーは避けて通れんからな。阪神応援のために大阪来てるんだから野球観戦以外に時間ができて暇やからギャラは安くても出るやろ阪神の番組なんだし。ラジオ中継の実況ゲストでも出とったぞ。月曜日の移動日は朝から ABC のおはよう朝日ですに出演関本と共演。夕方は同じく ABC のニュースを帰りに出演矢野と下柳と共演。そして今日の移動日はサンテレビの熱血タイガース等に出演福本豊、中田と共演すごすぎひん。ただで出てそうわら。渡辺健クラスだと5試合とも余裕でチケット取れるんだな。解説系阪神ファン、もうわかってるけど改めてガチなのはわかった。今年のツイートなんてほとんど阪神のことだもんな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。